皆さんこんにちは、私は金城博道です。今から、自分の証、どのようにイエス様に救われたかっていうのを、皆さんにシェアしたいと思います。その前にローマ人の手紙8章28節を、はい、読みたいと思います。ローマ人の手紙8章28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。この箇所であるように、神を愛する人々、本当に神が、自分の神様のご自身の計画に召された人々のためには本当にすべてを益としてくださる、私たちが今どんな大変なところを通っていたとしても神様が良いものへ、良いことへと導いてくださるっていうことを本当にこの箇所は書かれています。本当にすべてを益としてくださる神様を覚えて今から証をシェアしていきたいと思います。はい、先ほども言いました、自分は金城博道と言います。はい、まあ98年生まれなんですけど、生まれは糸満市、沖縄県の糸満市っていう一番最南端の糸満市のマブニっていうところで生まれました。家族は、自分の上にお兄ちゃんが2人で妹が1人います。はい、4人兄弟です。物心がつく頃にはお父さんとお母さんが、別れてしまって、そうですね、離婚してしまって、自分はお母さんの顔は覚えていない、状態です。はい、写真だけでしか覚えていませんでした。はい、物心がつく頃にはお父さんとお母さんが離婚 しました。なのでお母さんの顔っていうのは写真で見ただけであまり覚えていません。はい、離婚した後父が引き取りました。お父さんが引き取ったんだけど、このアルコール中毒であったり、またタバコであったり、特にアル中ですね、アル中が原因で仕事を続けることができなくて自分たちを養うことができませんでした。その当時 お兄ちゃんたちは、高校生で自分でアルバイトして自分でその生活できていたんですけど、自分と妹は小学低学年だったので、はい、自分で生活することができなくて、親戚の家、千葉に行ったり、また最終的には小学校4年生の頃に、那覇の児童養護施設に預けられました。その児童養護施設に預けられてて、本当に児童養護施設っていうのはなんか、まあ児童園ってこれから言うんですけど、児童園っていうのは本当に自分のような同じ人が多くて、親に見捨てられた人であったり、本当に家庭環境が悪くて、ここに預けられた、児童園に預けられたっていう人がたくさんいます。本当に言うと何ですかね、この彼らが求めているのはやっぱり愛なんですよね。本当に彼らは愛に飢えているっていう子たちが多かった。だからなんかその結果なんか悪い方向に行って、自分自身になんかなんていうか注目を浴びせようであったり、浴びせようっていうか注目を浴びようとして何か悪いことをしたりとか、いろんななんていうかな、悪、まあなんていうかな、しっかり、まあいろんなちゃんと歩めていない、しっかりなんていうかな、お父さんお母さんに育てられていない子たちがたくさんいました。自分が中学生の時に、里親、実はまあ小学校6年生なんですけど、小学校6年生の、まあ、初めては5年生なんですけどの時に、里親っていうのを経験しました。一時保護で体験で里親に体験する機会が5年生と6年生に2回ありました。で、6年生の卒業間近に、里親に移動することが決まって、那覇から読谷の、里親に引っ越しました。で、自分も先ほど言ったように、その周りと同じで何か悪いことをすることで周りから注目を、引き寄せたいって思っていました。なので本当に小学生の時は、まあ、喧嘩もしていたし、その中でなんか悪いことをしていました。で、
読谷に引っ越した時に読谷の絆っていうのがすごく深くて、そのなんていうかな絆に、まあ、ひろみちも入っていいよみたいな感じなんだったんですけど、それになかなか自分がなんていうかなギスギスしていて、あまり周りに溶け込めないのがありました。なんか先生に対してもなんか口が悪かったりとかして、友達に対しても口が悪かったりして、中に入れないのがありました。でもその中で、中学校1年生の時に初めていじめっていうのを経験して、いじめを受けました。でいじめを経験した時に、その自分は本当にもう悲しくなったっていうか、すごいなんか学校にも行けなく、一時期学校にも行けなくなったんですけど、その中で、神様がなんていうかな、私のそのギスギスさ、なんかとんがっているのを丸めてくれたって私は思っています。本当になんかギスギスすること、なんか強がること、周りに悪いことをすることで周りから注目を浴びたいと思っていた自分が正しく歩もうって思った時でした。その中学校1年生の時に、まあ、正しい方向に神様が正してくれたんだなって思っています。高校1年生の時に、里親が変わることになりました。でその里親っていうのが、そのクリスチャンで、クリスチャン家庭で教会に行ってみない、英語学びに行ってみないっていうことで初めて教会に来たのがここ、カルバリーチャペル宜野湾です。カルバリーチャペル宜野湾に来た時は、初めて思った時は、うえ、すげえアメリカだなって思いました。その中学生の時にホームステイに行ったことがあったんで、なんか懐かしい思いと、あ、いいな、温かいなっていう思いに本当に触れることができました。で、高校生になって、教会に通い始める時に、なんか少しずつ通ってるうちに、神様の愛に触れることができました。本当に神様が私をすっごく愛していること、本当になんか今まで親の愛、その生みの親の愛を経験していなかった頃こそ、していたかもしれません。だけどそれ以上に求めていた自分がありました。でもその求めていた愛を神様は、本当に神様の愛で私を満たしてくれました。で、その愛に触れたから自分はイエス様本当に感謝しますっていうことで、イエス様を心に受け入れることができました。本当にこのそれが救われるきっかけなんですけど、救われた後、自分は、まあ、ユースグループ、中高生のグループがあるんですけど、そのユースグループの中で自分が聖書を読むようにって言われても、その聖書を自分でなかなか読めない、なんか読んでもあまり理解できない自分がいました。なんかどう読めばいいのかなとか分かんなかったから、その教会に行って、この教会のユースのリーダーたちがすっごい分かりやすく聖書を解き明かしてくれました。聖書を説明してくれたから、本当にシンプルにクリアに説明してくれたから、聖書を簡単に理解することができました。それもあって、教会が大好きになって、もっとイエス様のこと知りたいっていう思いから、なんかまあ時々その親が送れない時もなんか自転車で来たりとかもしました。本当に大好きだった教会が、あ、今も大好きなんですけど、大好きだったっていう過去形ではないんですけど、今も本当に教会がその時から好きになりました。で高校3年生の時にすっごい悩みました。っていうのは進路を普通の大学に行きたかった、なんか大学に行って先生になりたいと思っていました。でその大学に行くか、その周りからは CCBC、 このカルバリーチャペルバイブルカレッジに行った方がいいよっていうことを勧められていました。でもその中で葛藤があって、こっちのこの教会のトム牧師に相談しました。トムさん、ちょっと自分学費とかお金が心配なんですっていうことを説明したら、トムさんが、ああ心配しなくていいよ、神様が必要を満たしてくださるから、その学費とかそういったものは心配しなくていいっていうことで、心の中では少しバイブル会地に行くことは決めました。で高校最後のユースキャンプの時に、ユースキャンプめっちゃ楽しいんですよ。そのユースキャンプ楽しさの中で、
そのまあヨシュアさんと、まあ、ヨシュアさん分かる人は分かるんですけど、その自分のユースリーダー、元ユースリーダー、あ、元か、あ、その時もユースリーダー、そのユースリーダーに話して、あのユースキャンプ楽しいんですよね、まあ、楽しいって聞かれて、あ、楽しいですって言って、分かる、でもバイブル帰ってきたら毎日がユースキャンプなんだよって言って、え、こんな楽しいのが毎日っていうことで、もうその中に高校最後の夏に決めました。自分は本当にバイブル会地に行くって決めたんですけど、で早速高校を卒業する前、高校卒業するのが、まあ、3月、2016年3月だったんですけど、その3月の前に2月に就職休みがあったんで、こっちの学校が始まるのが、2月と9月なので、2月のその、まあ、休みの時に2月の途中からバイブル会地に来ました。で本当にバイブル会地で学ぶことっていうのはやっぱり聖書ですよね。聖書の、その学びだけではなくて、そのバイブル会地で一番大切なことっていうのは、本当にみんなが言うんですけど、イエス・キリストと、本当にイエス・キリストと関係を深く結ぶこと、イエス・キリストの関係を深くしていくことが一番の目的なんですよ。本当に自分たちが人生を歩む中で、イエス・キリストとの関係が深くなければ、どんなに金持ちであっても、どんなに地位があっても意味がないんですよ。本当にイエス様との関係を深めるためにバイブル会地があるって言っても過言ではないですけど、バイブル会地を行く中で、この、まあ、バイブル会地を進められた中でも、イエス・キリストを土台とすることを本当に、強く進められました。本当に高校を卒業してバイブルカレッジに来て、バイブルカレッジでイエス・キリストの土台を固めてからこの世に出ても遅くはないよって、この世の誘惑であったり罪であったり、そういったものには流されない、だからイエス・キリストの土台を固く結ぶ、神様の御言葉に土台を固く作るっていうことを、バイブルカレッジで学びました。本当にその中で土台を強く本当に立てれたことはすごい祝福だなって私は感じています。カルバリーチャペルのそのバイブル会長を卒業しました。2017年の12月に卒業したんですけど、それからインターンとして教会の奉仕にもっと携わるようになりました。そうですね、まあユースグループのリーダーであったり、水曜礼拝を教えるようになったり、また賛美リードであったり、時々通訳の、まあ、奉仕であったり、たくさんの奉仕に携わさせてもらいました。でもその中で、まあ、インターンとしてバイブル会長日本語クラスを教えることができたことも祝福なんですけど、本当にこのバイブル会長を通して、この霊的賜物、自分に与えられた賜物を磨く時があったことを本当に祝福に思います。で、自分がその卒業してからインターンとして歩んで、なんかいろんな奉仕に携わる中で、やっぱりなんか一番それでもなんか変わらないのは、神様の愛があったからなんですよ。神様の愛があるから本当に自分は喜べる、喜んで人生を歩むことができるってことを自分は確信持って言えます。ピリピ4章、これ自分の、人生の制服っていうんですかね、ライフバースっていうんですけど、この人生の制服って言うのかな、まあ、ピリピ人への手紙4章4節から8節7すみません7節、はい、4章ピリピ4章4節から7節が自分の好きな聖書箇所の一つです。はい、シェアしたいと思います。ピリピ4章4節から7節、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。自分は本当に神様に、なんていうんですかね、神様に救われて、自分が喜んで人生を歩めるっていうことはすごい感謝です。本当に神様にあって、自分が
何も思い煩う、悩む必要がないんだっていうこと、本当にその全ての悩み、思い、願いっていうのを神様に捧げることによって、神様が自分の人の考えに勝る平安を与えてくれるんだ、それを通して守ってくれるんだっていうことが、すごい、なんていうかな、確信を得ます。この箇所から喜んで人生を歩むことができることを確信が得ます。で、最後に皆さんに励ましたいこと、日本では本当にクリスチャンが少ないっていうのは、イエス様、イエス・キリストを知らない人がたくさんいます。本当にイエス様を信じることを、まあ、キリスト教ってまとめられてるんですけど、キリスト教をただの宗教って思ってる人がたくさんいると思います。まずイエス様が何をしたのかっていうのもわからないと思います。でも皆さんに知ってほしいことは、キリスト教っていうのはただの宗教ではないっていうこと。本当に目的は何なのって言いたいと思うんですけど、目的はまず大切なことっていうのは、自分たちは罪深いっていうこと、罪の性質が生まれ持ってある、だから嘘をつく、教えられなくても嘘をつく、盗むっていうことがあるんですけど、罪の性質があるからなんですよ。でもその罪の性質がある状態では、清い神様の元にはいけない、天国にはいけない。で、本当にこの世の宗教っていうのは、何か行いによって、行いによって天国に行く、行いによって救いを得ようとします。でもそれは違う、人の行いによっては天国には行けない、本当に罪深いものが天国には行けない。でもじゃあどうなっていけるのって言ったら、イエス・キリストが、まずイエス・キリストを信じるんですよ。イエス・キリストが自分の罪のために十字架にかかったっていうこと、そしてイエス・キリストを流された血潮によって、血によって自分たちの罪がもう全て洗い流されたっていうこと、それで清くなった。で、3日後にイエス様が十字架、死から復活したっていうこと、3日後に復活して自分たちが同じように復活する、永遠の命が与えられてるんですよ。キリストの復活に自分たちの希望がある。で、イエス様を信じるっていうのは、その皆さんなんかそれぞれ違った方法で信じると思います。いろんな理由があって、そのいろんなそれぞれ信じ方っていうのは違うんですけど、でも共通して同じものがあると思います。それは本当に神様がすごい私たちのためを、私たちを愛しているっていうこと。本当に神様は私たちを愛している。なんで愛しているのってわかるかっていうと、本当に罪なきお方、本当に神様が神の姿を捨てられ、人の姿としてこの地上に来られて罪なき人生を歩んだ、罪なきお方が私たち罪ある人間のために十字架にかかった、そうすることで私たちを救ったっていうこと、本当にそこにイエス・キリストの十字架、そこに愛が溢れてるんですよ。神様の愛が示されてる。で、イエス・キリストを信じるか信じないかっていうのは本当にあなたに委ねられてるんですよ。で、本当にキリストの恵みがあって、今こうやって福音を聞くチャンスがあると思います。福音っていうのは良い知らせ、本当にイエス、良い知らせが聞くチャンスがあるのに、福音を聞くチャンスがあるのに、それを拒んでしまったら、もしかしたら次回がないかもしれない。これはあなたにとって本当にイエス・キリストを受け入れるチャンスなんです。本当にこの時をもってイエス・キリストを自分の心の中に受け入れてください。自分が罪深かったことを悔い改めて、イエス・キリストが十字架にかかったということを信じてください。そして3日後に復活してイエス・キリストがよみがえられたということ、それにより私たちが永遠の命があるということを本当に信じてください。本当に皆さんに強く励ましたいのが、イエス・キリストを信じてください。そして信じた後それで終わりではなくて、イエス・キリストを土台として、イエス・キリストに従って本当に正しい人生を歩んでください。神様が望まれる人生を歩んでください。はい、これで自分の証は以上です。